ラジオ。ラジオだ。ねえ。特別編。はい。今回特別編ということで、昨日、イベントをやったので、ちょっとその思い出を残しておくという意味で、うん、通常回と別でラジオを撮っております。うん。今、翌日ですね。翌日のお昼ですね。有馬温泉で。宿泊しまして3人でいやー何もできんかったな、まあ、来たのが11時回ってたもんな、うん、寝たの5時とかじゃなかった4時とか4時とかやな。何してたん？え？4時までさぞ遊んだことでしょう。一遊びもしてない撮影しただけや。マジでそうっすね。4時間半のうち半分以上はカメラ回ってた気がする。全然オフないコムドットや俺ら。コムドットなっちゃった。オフ一切ない。うわ、ほんま、あんなに嫌っていたコムドットに、うん、どんどん近づいていく。やればやる。近づいてるな。いや、どうでした昨日トワ君は。なんか気づいたら終わってましたね。わかるわ。なんかマジで早かったな今回。うん、こういうイベントってほんまそうよな。なんかもう今日なんやって思ったな、うん、イベントの始まる前。だって5月にさ9月にしようって言った時はさ、うん、めっちゃ先やなみたいな話になってたのに、うん、もう来た。早かったマジでその4ヶ月そうやな。ほんで、あ、もう開演すんねやって思ったしな。確かに7時前ぐらいに。それガンとかになった時も思うで多分。あ、俺もうガンなる年なんやって。もうステージ4かってなる。早っ。聞いてる人にも全然おりうるけどな、ステージ4の人、うん、なるやろうな、人生ってそうやって過ぎていく。うん、そうやな、うん、もう25かってなるもんな。なるな。うわ、もう25よほんまに。3分の1ぐらい終わったやん。やば、うん、人生の、うん、どうでしたこれまでの25年間振り返って。全然特別編ちゃうやん。昨日振り返ろうや。そうやな。いやでも、うん、まあ人いっぱいおったなっていう。おったなっていうか、座席がさ、うん、前のトークライブはさ、うん、平やったけどさ、うん、そうね、坂道になってたもんね今日は。そう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 、上に続いていってたやん。シアターっぽいというか、うん、なんか良かったよな。うんうん、熱あったわ。そうね、普段あんなとこで漫才せえへんしな。そうね、ほんまになんかずっと平の客相手にしか喋ったことなかったな。確かにな、ほんまにいいもの見に来ました感あるもんな、あの座席って、うん、なんかほんまに。だってあの座席で2500円払ったらほんまに一流のエンタメ見れるな。会場というかハードル上がるよな。な、確かに。しかもあれさ、ステージの場所と照明によってさ、うん、ほんまに全員の顔見えるとことさ、うん、光で飛んでてあんま何も見えへんとこあってさ、うん、最初俺ほんま真ん中おったから全員見えとって。いや全員見えてた。あ、見えてたみんな、うんうん、嬉しかったな、みんなの顔が見えて。マスクしか見えんかったけどな。確かにな、470個ぐらいのマスクがいっぱい見えたって感じやったな。うん、まあ、やっぱ髪色派手な人とかは目立ちましたけどね。あれ、そんなん言ったらお前普段黒髪の人がお前あれ染めた方がええんかなってなるんちゃいますもん。ならんといてくれ。すごいね、なんか確かに。でもピンク髪の人とかね。え、ピンク髪の人いた？いないですよ。おった可能性あるぞ。でも嘘、470人おったら、いや、まあいるやろ一人ぐらい。ピンク寄りの色の人とかがいましたね。全然見えてません、うん、僕は目立ってた。でもなんか感想みたいな検索してたら、はい、ベテランチが客席の方いっぱい見ながら話してくれるから自分の方を見てる感じがしてすごい嬉しかったみたいな。あ、俺が視線をこういっぱい向けてたから、うん、すごっ、見えてないですお客さん。いやいやいや、視線が向いてるだけで。そうやな、すいません。
それは見てるってことで。顔がそっち向いてるだけやな。はい。あの、ガリレオの黒板みたいになってます。はい、俺の視界。これから何喋るかで。うん、だから見えてないです。そうやな。みんなの顔がぼやーってなった上に、あの、ガリレオの歌流れて。え？ででああそうで数式を書いてました。ででで。だからすいませんそれはちょっと。でも来てない人のためにどんな感じだったか話した方がいいんかな。タイムテーブルみたいな。ああ。喋っとく？一応だから流れとしては雑談30分ぐらいして、で、ね、ちょっとゆかりの人からのビデオレターみたいな見て。うんでまた雑談30分ぐらいして、うんまあ、それはなんかちょっとトークテーマみたいなのもあって、うん、で舞台にホチを上げまして、うわうわあったけどホチ上げて、でまあ前回もあったけど動画をみんなで見てっていう、はいはい、っていう感じ。ホチがまず自分でチケット取ってたっていうまさかのホチと友達が、うん、同級生2人。ホチって俺らのことしか好きじゃないからないやそんなことないって。ホチは全女のことも好きやねん。全女がホチのこと好きじゃないだけで。それ違い。そうか。でもホチほんまになんかまあ内心もしかしたら嫌なんかもしれんけど、全然なんかいいよみたいな感じだったよな。うん。うん。まあてかムカついてたらほんまにそのこうへんやろし。うん。嬉しかったなそれは。うん。いや嬉しかった。ありがとうホチ。ホチありがとう。でそのライブでも言ったんやけど、ホチってまあホチ本人が言ってたけど今。医師国家試験っていうね、うんうんうん、医学部行ったら9割の人が受かる試験に落ちた、うんまあ、ニートで、うんうん、でまあ全女と全兄弟生がホチのこと好きじゃないから、ほんまに俺らと雷獣のファンだけがホチが死なへんためのセーフティーネットやからお前が言ってたやろそれだからホチが出てくる動画とかトークライブの感想とかはホチさん生きててくれてありがとうって書いてくださいって昨日言ったんやけど、うんそれラジオ聞いてる人にもちょっと伝えときたくて。5個ぐらいあったな。ええー、ツイート。ポチ、生まれてきてくれてありがとう。ありすぎ。ハッシュタグ、汚染想念みたいな。ちょっと今日、だからラジオのコメントにも、もし、余裕あったら書いててください、ポチ。確かに。生まれてきてくれてありがとう。うん。いや、ありがたい話。あれ？ね、朝青龍。朝青龍の言い方で言ったらどうなるそれ。ありがたい話。いやいや。言ったことはないって痩せてるやつの声朝青龍書いてるだけやってありがたい話びっくりそう言ってるような感じするけど赤びっくりね、うん、いやーでもすごいホチさんすごい堂々としてたな。いやほんまにさすがよ、全然動じてない、うん、ビデオメッセージもな、舞台上げられたのに。その前のビデオメッセージも、ホチのやつあって、それも爆受けしてたし、うん、爆受けしてたな。すごいやっぱホチって。なんか俺送られてきて見た時全然思んなかったんやけど、ホチからのビデオメッセージ会場で見たらなんかめっちゃ面白かったな、うん、なんかその500人いるっていうのを理解した演出じゃない、うん、あれって。そうやな。なんかその、まあ、よくあるお笑いっちゃよくあるお笑いではあるけどっていう、うん、一人で見てたらなんか危機迫る感じは全然なかったんやけど、でっかく見たらいやほんまにそのホチが立ち上がってなんか俺らにわーわー言ってるのめっちゃ生えたな、うん、俺らのことをなんか嘘つきって言って、うん、みんな目を覚ませって言って断罪するっていう呼びかけるみたいな。よかったな。あれとかでも出したらあかんのかな。まあホッチとか見ようか、聞いてみるか。でもなんかまあ良さそうやったけど なサブぐらいやったら。終わった後ホッチから LINE 来てさ、うん、いいあの俺 あのビデオメッセージの編集済みのやつその記念にくれって言われてすぐ送って、はいはい、嬉しそうにしてた可愛いな。いや、うん、俺にも LINE 来てた今日はありがとうって。うん可愛い。でも今日はありがとうって解散した後に送れるやつってな、うんうん、モテる可能性あるんやけどな。モテそう。男にだけやってんちゃいますの。なんでなんでやねん逆やろ俺らはええから女の子にだけやってくれよ。その昨日そのホテルでも話したけど、ホチのビデオレターのそのサムネというか流す前にプロジェクターでパッて映った瞬間にトアがなんかホチさんって綺麗やけど汚いよなって言ってで俺が
地球と一緒やねんって、綺麗に見える時と汚く見える時あんねん、こっち地球と一緒なんやって分かった。嬉しかった。受けてましたね。でも空は受けるやろ。地球と一緒やねん。あんま聞いたことない悪口やし、あんま聞いたことないフォローやもん。よかったな。うん。あとね、あの新生来住の、ああそうや、5人ね、オープニングトークでどうもーって言って、俺らじゃなくて、あの灘の新メンバーオーディションするっていう動画で、はいはい、登場した灘生、灘中、灘高の5人、うん、出ていかして、うん、滑ってましたね。うん、あれ面白かったな。面白かった、ほんまに思い出なったわ。袖で見てて、うん、でもあれも多分袖で聞いてたから多分笑い聞こえてないだけで、そんな滑ってはない気すんな。多分そうやな、うん、受けてるとこはちゃんと聞こえてたしな、うんうん、面白かったな。あの最後にね、その5分ぐらい8分ぐらいダラダラ喋らして、梅干しみかんに最後大喜利振ってで、梅干しみかんがその動画ではね、その何何となっていったとっていう得意技期待して振ったのにな、うん、そのなんか途中までなんか何々が何々で何々で、あれあれあれってなって、うん、なっていたと照れるっていう最後これ言うみたいな感じで笑いながら言う、うん、出し惜しむなよ。ちょっとそれしかないんやから。いや、ほんまに。なんしとんねん。その本で大喜利の答えもほんまやばかったからな。うん。なんて言ってたかも全然覚えてない。あ、俺覚えてるで。え？あの、こんなラジオは嫌だ、どんなのっていうのを、うん、まあ即興で壁ちゃんが言って。そうやん、だから。あ、思い出した。その、ラジオをね、始めたって、なんか、意気がって喋るっていう。まずその意味わからんトーク。なんか、そういう、まず楽屋でも言ってたし、うん、最近僕引っ張りだこなんすよって。あ、そうなんて。ラジオとかやってるし、え、どこでやってんの？昼休みに、あの、放送で10分間。いやいや。やりたくてやっとるだけやないか。お前が勝手に電波ジャックしてるだけやんけど。ほんで、俺らもやってんねん、ラジオは。そうやな。なんか、やってないやつ欲しいなっていう。まあでも、その、再生回数で言ったらね、俺ら、その、昼休みの10分とかで、梅干しみかんは、うん、その180人220だから1200人か、うん、お前にラジオやってるわけやから、うん、まあ、俺らが10分で1200回再生回数取れてるかって言われると、いや、その公開10分ではそれは無理やけどそれはなんかおかしいな、うん、それはジャックしたら絶対に同時視聴が多いから、うん、まあでも同説1200人って考えたらすごいな、うん、すごい。俺の普段の配信でもそんな集まらへんもん、うん、で、そう、ラジオをやってるみたいなトークを、まあ、その舞台上がってからもしてて、で、まあ、なんやねん、全員ハテナやったやろうな、意味わからんし、まず、うん、誰やねんと思ってるし、忘れてるし、多分梅干しみかんのこともちょっと梅干しみかんぐらいは覚えてそうやけど、うん、で、なんか大喜利で、そう、こんなラジオ嫌だ、どんなのって言ったら、なんやっけな、あのオフィシャル、あ、ラジオとは言っているもののオフィシャルヒゲダンディズムのラジオをそのまま流しているだけになっていたと、みたいな、うん、透かしてたのになっていたと、かわいい。あれ直してほしいな。直してほしいな。あれじゃ売れへん。いや、売れへんよ。ノブは一回もどういうお笑い照れてないから。そうやな、うん、照れてる時はより強く言うな、ほんで、その、うんうん、癖がすごいとかも。そうやな。でもノブが笑いながら癖がすごいって言ってたら笑っちゃいそうやけどあ、もうそのフェーズなんやっていう。確かに、まあ、ぐらいか、新生来週。そうですね、流れはそうですね、最初にね。ビデオレターがやっぱあまりにも盛り上がったからな。盛り上がってたな。夏美の動画とかほんまに5回ぐらい見返してるもんな、多分。うん、うん、夏美の動画ほんまに全員爆笑してたんちゃう、あれなんか、うん、面白かった、ほんまに最初の5秒ぐらいでもう食らう。それもほんまに流したいな、サブちゃんで。あれすごかったな。ほんまにこの夏一番ぐらい笑ったかもしれんなマジで。
ナースメイドです。ほんまに単純な、うん、説明しちゃっていいか、うん、あの来週とイベントにお集まりのファンの皆さんこんにちはみたいな、すごい夏美特有 の、ね、うん、棒読みの丁寧な挨拶があって、こんにちはみたいな、こんにちは、こんにちは、ナースです夏美と出そうナースですって言うっていうしょぼけで全員爆笑ピークやったな完全に。あれまあハイライトやな、うん、あそこだけほんまに5回ぐらい見てるもんな、うん、ほんでその止めすぎてさ、最後の方さ、もうナースですが来るから笑わんようにしようなって言って、うん、来て笑って止めるみたいなことやってたし最後の方、うん、笑っちゃうよなあんな、うん、あれ面白かったな。私ナースメイドは2回目もある。そうナースですの後にやんねんな、もう1個、うん、すごいな、変やったな。どういうトークライブには大事な袋が、あ、ちゃ間違えた、3つ大事な袋があります。1つ目は金玉袋、2つ目は金玉袋、3つ目も金玉袋です言ってたな。それも高速で3つ金玉袋って言うっていうほんでその後にさ、まあそれはさておき僕は金玉袋が超絶でかいんですけどもみたいな、なんか落ち着いたトークみたいな感じで意味わからんかった。それも金玉袋がでかいって言ってんのに落ち着いてたもんななんかあいつほんまに変やわ。パパパパパンってボケた後一休みみたいな感じで金玉袋がでかいって言ってたまあ僕は金玉袋がめちゃくちゃでかいんですけど言わんって。変やろそのテンションで変やったな。面白かった。金玉袋コントは思わなかったけど。あ、その後、そう。その後な、ショートコントなんとか保育士。金玉袋を、まあ、ここで見せびらかすということもできるんですけども。まあ、それはね、公序良俗に反するということで。すごい、めっちゃ。何やねん、そのトーク。字幕つけたから覚えてるんや。うん。カベスだけ。うん。金玉に関する余興を持ってきました。この時点で金玉って15回ぐらい言ってる。いやほんまに。ほんでその後のさ余興はさ20秒ぐらい使ってさ4回ぐらいしか金玉って言ってなかったよな。うん、で変なショートコント薄れてたっていう、うん、前半で金玉言いすぎて尻すぼみ尻すぼみのビデオメッセージ、うん、まあ、でもよかったな。でもありがたい、ほんま、うん、面白かったな、うん、彩ってくれてる。アイディア完了もね、ビデオメッセージくれて面白かったなあれも、うん、ちゃんと面白かったなっ日本そして世界のって言ってた完了すぎて日本って言ってさ、うん、笑い待ちの時間作ってなかった動画で、うん、てかめっちゃ面白いな、その日本って大声で言ったらウケるやろって思ってんのも面白いし、うん、それ言った後にそして世界のって言ってるのもめっちゃなんかちゃんと計算されてるというか、うんうん、不確実性の時代、ブーカの時代に突入していますがみたいなブーカってなんやねん。 VUCA。 あ、てかそれめっちゃ思い出した。それでさ、ブーカってVUCA って字幕見てさ、俺がまあみんなでマイクで突っ込みながらっていうか喋りながら見ててさ、うん、そのいやブーカって雑誌の名前みたいな俺が言ったらさ、うん、なんかトアがえみたいな、なんかなんて言ったっけ、ボーチェって言ったっけ、うん、ボーチェやんみたいな、うん、何そのフォローと思って、そのブーカみたいな雑誌をほんまに具体的に出してくれたと思って、うん、なんか面白かった。それ VOCE ね、何の雑誌だっけ、ボーチェって女性誌、女性誌ちゃいます、おばさんが読むような感じ、うん、あれ出せたな、あれ面白かったな、なんかなんか出せてるなーって思ったけど誰も響いてなかったな。いやそれほんまに、うん、でもなんかちょうど聞いたことあるぐらいのなんかボーチェって面白い、なんか雑誌、うん、ブーカみたいやしほんまに、うん、それ印象残ったな。トークライブ汚すために洗うにご参列の国民の皆様っていうあと何やろな、よかったな。壁ちゃんで印象残ったのはだからあれやな、あの芦原くんが遅れてきて最初のそう、うん、で遅れてそのギリ遅刻ギリギリでほんまに来た芦原が、うん、そのビートボックスの子ね、ナダのインタビューで出てた、うんうん、でなんか遅れてきたんです、なんか大血穴確定っすわみたいな、うん、ようわからんなんかその坂本をいじった、うん、
発言して、うん、でなんか壁ちゃんがいやそれを言うならケツ穴大確定やろうって袖から突っ込んでマイク通してボカーンって言うけどそこやっぱすごいなと思ったな。そうやな、大ケツ穴確定やったらな、その太いうんちするときやからなケツ穴が大きくなることが確定してるだけになってしまうからな、うんうん、そうね、うん、ケツ穴大確定、うん、大確定ってなんやねん確定が 100% やのに120% のケツ穴、うん、何回やってもケツ穴、ほんでその何回やってもケツ穴ってなんやねんケツ穴大確定、ほんでなんかな、シャラつぼみ大革命みたいやな、あケツ穴大確定、アイドルの名前、うん、3時のヒロイン福田真希がやってる、ああはいはいはい、プロデュースしてるやつね、ケツ穴大確定、あれやろ、もう今キスするとこやんみたいな曲のやつやろ福田真希が作詞した、うん、面白いね、辛いかな、俺は印象に残ったのはなんかあったかな、ね、あと俺があのホチに、ホチ客席に向かって告白せんくていいっていうわけわからんこと言って楽しんでたら、ホチが来週ってこんなおもんないテレビ番組みたいなことするチャンネルやったっけって、うん、めちゃめちゃ的確なツッコミすごいな、すごい、最近気になってる人とかいるって私ホチにおるらしいけどな、これほんまに、うん、いい、いてほしい、いてほしいな、ホチって常におんねん、うん、気になる、怖っ、常におるんや一途やねんホチって、だから多分、でも見て見ぬふりしてるからな、自分の感情に漫画やん、自分の恋心に気づかないふりしてるんだ、気づかないふりしてる、ちょっと教えてあげるか俺ら、うん、恋恋よ、恋よ、ホチ、うん、に恋を教えるで一本いけるかいけそう、恋とは、うん、逆恋愛マスターホチ、いやでも本当はみんなね逆恋愛マスターなんですよ、本当に好きになったらそんな余裕はない、うん、そ、恋愛マスターで入れてるうちはそんな恋愛じゃないよそんななるほど、そういうのが全部なくなるからみんなね歌を作ってきたわけですから、苦しめられてもがいて、うん、あがいて、それ何、え別に何でもない歌みたいなだけ、うん、そうかもな、確かに、あれとは大丈夫、死んでる、いやちょっと眠い、え寝て、寝てる、寝てない、えラジオ撮影中に車のあの P 見てる、えっていう表示、怖、止めてるから、ね、車の中で撮影してるから、え感情ないん、もうとはは昨日に関して感情、いやありますよそりゃなさそう、いやありますって、いや楽しかった、おい、しゃべれよ、楽しかった、しゃべれ、うん、終わりたくなかった終わってよかったみたいなしゃべり方やいやいや全然ほんまに普通に、なんか、うん、そうやな、なんやろな、ほんまなんかふわーって終わったから、うん、前回と比べてどうやった、いや前回と比べてで、いやなんか前回の方がその間近にお客さんがおってってのと、あと初めてやったからめっちゃ緊張してたけど、今回はでもなんか楽しいの方が勝ってた気するな、普通にできた、なんか前回よりはさすがに喋れてたんちゃうかなって、すごいで、でも500人の前で普通にできるって、うん、君こそスターだ、すごいんかもな、うん、まあ普通にはできてたな、うん、ほんまに全員、俺は普通にもう震えてたけどな、えどこがな、チンチン縮んじゃってたし、え緊張して、えほんまにあのねネジぐらいになってた、でもでっかくなってなくてよかった、いや緊張して、うん、あでっかな、いや違う違う違う、チンチンが縮む方向でよかった、うん、うん、危なかったマジで、でっかなってたら、うん、ほんまにな災害になってた
50席は潰さなあかんくなってそうですね、うん、前50席はちょっと座れませんなってたな、うん、川かぶり席が川か砂かぶり席みたいに、うん、かぶってるか怖いやろその大きさでまだかぶってたら確かに川長もう川が長い人やもんなそれってモンハンあのフルフルと全く一緒やでちょ分からんと思うけど、うん、モンハンの雪山に出てくるあのヒルみたいなモンスターですね。なんか俺が印象に残ってんのは、うん、トアがあの全員に平等っていうのでなんかベテランチがその新しい思考実験を考えてきたんやけどって言って、うん、そのなんかトロッコが走ってて止まらへんくなってでなんか二手に分かれてて線路がそうそうなんか話の流れがだから、うん、トアが塾でバイトしすぎてライジの活動がきつい大変になってるから、うん、その塾の生徒の4人と今ライブ見に来てる500人のお客さんどっち選ぶねんみたいな話になってその流れそうそうそうで線路問題って言ってそれ一緒に残った、うん、なんで確かになんであそこ面白かったなと思ってそうやな普段なんか普段のラジオとかほんまに動画とかで培ってきた、うん、俺のふざけ方よなうんあることを新しく思いつきましたって言うて言うて、うん、堂々と発表するってでもウケてたよななんか、うん、えちょっと待ってみたいな新しいの思いついたんやけどトロッコがって言った瞬間に受けてたから、うん、リテラシー高いほんまに、うん、確かに受けてたほんでその会場ではさ答え言わへんかったんや結局うんトアは、うん、どっち選ぶんトロッコが走っててこのままやと昨日来てた500人を引っ殺すけどそのレバーというかソフトテニスのラケットがレバーになっててそれを引っ張ったら今家庭教師で持ってる4人が死ぬのに切り替えれるっていう、うん、どっち選ぶ、うん、引くレバーなんかでもうまいこと止まれるんすよねあれって出た確か最近何したよ見つかったらしいですよねそれが出たよツイッターでバズってたやつうまいこと止まれる方法最近見つかった見つかったらしいですよどっちも殺さへんなんかシュンって止まるこういったちょうどいいタイミングでレバー引いたらそう脱線してそうそうそうなるほどねその切り替えが横滑りして止まるっていうギリ間に合うか間に合わんかで脱線させたら止まるんちゃうかっていうシミュレーションができたってできてそうあれやななんか前輪だけ通り過ぎたタイミングでレバーを押したらうん前輪と後輪が違う方に行く別の道に行くからシューンって横になって止まるっていうめっちゃおもろいやん線路またぎで横になってまあそれを選ぶとはそうまあ今それやってる状態やもんないやそうっすね確かにギリギリの綱渡りですから今日この後どういうスケジュールなんやっけ今日はその京都の友達の家に帰ってバイトする予定やったんですけどちょっとそのチェックアウトの時間が押しちゃって今車でラジオ撮ってそのレンタカーの最寄りの明石駅の近くのネットカフェかなんかでオンラインバイトしてから休憩時間でちょっと休憩時間でちょっとこまめこまめに京都に近づいていって最終的には京都でバイトするだからバイトが3時間かける3ぐらいのか2時間かける3ぐらい2時間かける3ぐらいですかねで8時間なんでその3時から11時でその間の2時間でうまく帰るっていうちょっとずつ移動してはい明石にねカフェなんかあるのかあるでしょ原人専用の街やからなんか家で明石原人それ言ってたな明石と北京言ってた、うん、昨日でも調子良かった気する俺そういうフック結構出てたその確かに中パンチみたいなやつ結構出てた、うん、なんかなんなタイナカっていうところにレンタカーを返すみたいなおーよう覚えてますね言っててえそれってドイナカの上を表す言葉みたいなとかなんかその中パンチみたいなやつがなんでやろうなやっぱいっぱい寝たからかなそうかも
結構夜7時スタートやとさすがに寝れるからな。うん、でも前日俺ほんま6時ぐらいまで寝れへんかったな朝。え、確かになんかめっちゃ起きてたな。うん、LINE してたやろ、うん、連絡事項みたいな。ほんで俺は朝8時に起こされたしな実家やから育ちいいから勘弁してくれよ。それほんまに勘弁してくれよやな。ほんまめちゃくちゃムカつくわ。それほんまに親何大事な日に朝早く起こしてくれとんねん。ずれてんなほんまに、うん、ほんまにずれてん。だって7時本番なんやからたっぷり寝かしてくれ。その12時まで寝てるぐらいの方が絶対コンディションいいやん、うん、まあさすがに夕方まで寝てたらちょっと寝起きであれやけど、うん、普通に考えて朝8時に起きたら夜はもう疲れて眠なってるから。うん、確かに勘弁してくれ。で朝何食べたんやっけ。ガスパチョトマトのトマトのぐじゅぐじゅの部分だけをぐじゅぐじゅ7個使って7個使って、うん、エロい食い物。うん、えどうしたんその後8時に起きて。確かに。いやもう一回寝た。いや寝てないよ。え朝飯食ってもう一回寝ることも許してもらえへんの。うん、実家やったら。うん、やば。えそれ普通にでも俺親にキレてまうわ8時に起こされたらてかそれ言ったらよくない。まあ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 、普通にでも寝れるかなって思ってたけど結局朝飯食ってダラダラして字幕つけてたらもう昼なってたから、うん、で昼飯食って昼飯は何食べたんやっけ。昼飯は地元のラーメン屋。ああそうや言うてた言うてた。でそのコナン置いてて、うん、それを俺はラーメン屋に行くたんびに呼んでたからコナン通ってたっていうことが分かるっていう、うん、今日昨日ねルーツを振り返ったんや。そういいなそんな話してたな確かに。うん、なんかそれでもな終わったと言ったけどマジでフリートークすぎよな。うん、そのほんまに何も準備してなかったから今日何してたから始まっちゃった。最後の方俺カレー嫌いやねんなって言ったしあ確かに壁ちゃんが嫌いとは言ってない。カレー好きじゃないねんって言ってた。変やった。来週もうちょい用意してた方がいい。さすがに、うん、反省。でも前回はさ用意してたようなこと何も喋らんかったよな。うん、何の話してたんやっけ前回って。いや何も喋ってないよ。フリートークみたいなとこ30分ぐらいは喋ったで。でもその時も、うん、うん、覚えてないな。いやだから動画撮っといてよかったよ今回神戸で。うん、確かに出さへんくても俺らで見返せるもん。確かにな。そう動画あるんでもしかしたらな来週チャンネルが解散するときに売ろうや、うん、コンプリートコンプリートベスト。うわエモ喋ったなそういえばそんな話懐かしい、まあ、あと差し入れもいっぱいもらってね、うん、その開封動画もあのサブで出すから、うんうんうん、見てくださいという感じです。いやほんまありがたい。なんかトアが照れて全然紹介できひんかったらしいなんやねん紹介動画。いやなんか恥ずかしくてなんかこれもらいましたって言って、うん、嬉しいですありがとうございますっていうのなんか恥ずかしくないですか。なんでなんで。いやなんか恥ずかしかった全然紹介できへんかった。なんでそんないつも恥ずかしいツイートしてんのに。いやいやお前だってな超恥ずかしいツイートしかしてないやん。いやいやいやコロンって寝ちゃった帰ってきたらみたいな、うん、帰ってきたらコロンって寝ちゃってもうこんな時間気持ちのいい朝だね。こないだなんかさ、ぬいぐるみ。お肉好きです。とはよりとか、ツイートしてんの、うん。ほんまにその DM してる人だけがお前のフォロワーじゃないからな。DM してくるい、その、いいって言っちゃった。いい子たち。いい子たち。いい子たちだけが、とはのファンじゃないからな。いや、そりゃそうですよ。かわいい女の子たち。わかってますわ。だって、ワイドショーから取材来てたやん。アイドルみたいなツイートしすぎてあれ大丈夫やった。あれザ・タイムからリプライ来てたけど DM 来んかったな結局。あ来んかった、うん、あ偽物やったか偽物やったあ気ぃつけた裏垢やったんじゃん、うん、偽取材者やった、うん、気ぃつけた。恥ずかしくて全然ほんま紹介できなくて申し訳ないです。でも壁ちゃんだけやなほんまに喜んで紹介してたの。うんうん。ほんでそのさで俺が一番なんかさ反応薄い感じだったやん動画で。うん。
でもその動画撮り終わってからさ、手紙読む、うん、読んでたやん、うん、それは俺が一番早くなかった、うん、はしゃいでた、うん、それなちょっと言っときたい、うんうん、ね、動画やとやっぱな、いやーそうなんかな、うん、てかそのな、渡したら喜、なんか渡したら動画です、なんかそのサービスしてくれると思って渡されるんやったらいらんねよな、うん、まあ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 っていうのを思ってもうて、いやいや、うん、まあ、言ってることはわかるけど、だからそのあんまりその嬉しい嬉しいみたいなしすぎたくないのよな、いやわかる、別にそう思ってないやろ、いやわかるんで、でも俺らにあげたくて、いやそれはもちろんもちろんそうやねんけど、でもどう、いや今回は絶対そうやんそれは、うん、でも今後俺らがさ動画でそういうことすることによってそういう風になってしまうんじゃないかっていう、そのちょっとなんか、うん、なんやろな、まあ確かにな、いやちょっと勘ぐり、勘ぐりというか、まあまあまあ、そうそうそう、でもそのせいで俺だけやっぱな、なんかな、服とかなかったんよなほんまに、布巾とかやったんよな、それほんまめっちゃショックやった、おもろかったな、雑巾みたいなもらったそのもう、まあてか俺は多分これまで渡す機会も他にも何個か多かったから、そのソロでなんかバーテンのイベントやったりとか、うん、あとまあオフ会やったりとかで、はいはい、でその時からそのもらっても結構配信とかでちょっと触れるぐらいで塩やから、多分なんかこいつにあげてもそんな喜ばへんって思われてるんちゃうかなと思って、いやいやいや反省してないけどな、マジで部屋汚いからって雑巾渡しされてたけど、そのそうやね、まずな部屋に物多いからその床雑巾で掃除できへん、こいつはそうやね、そのほんまになめっちゃ嬉しいねんな、だからたまにクイックルワイパーかけれた時、うん、はぁかけれたっていう、ほんまに梅雨の時に洗濯物干せたみたいな、そのこの数少ないチャンスを残さんかったっていう気持ちなんねんな、だこれもほんまに今日の今日とかで出すから、うんうん、ちょっとな欲しいな、え東京では何が、え直服、でも俺な気に入らんかったら着ひんねんな、いやそうやん、やから安牌に行っちゃうんじゃないの、だからちょっともう指定していい、えそれはちゃうやろそれだって普通に宅配やん買ってお使いやん、まあ欲しいものリスト、うん、90年代後半から2000年代初頭にかけてのアンダーカバーナンバーナインラッドミュージシャンの古着を最近集めてて、その辺だともう最悪着なくても家にあるだけで嬉しいんであれそれじゃあそれの辺でお願いします、うん、降りたな、降りたって何、いやなんか前回ラジオで俺が香水欲しいわって言ってたのめっちゃディスってきたのいやそうやねめちゃくちゃ言うやんいやめっちゃ指定したやん悔しなってなんかああ言ったらもらえるってことが分かって、いやその言ったらもらえるっていうのもそうだし、俺がそういうのに塩対応してたらもらえへんくなるっていうか、あほんま渡したい、いやまあもらえへんのは別にねんけど、渡したい人がおっても俺がそういう態度を取るせいで渡しづらくなっちゃってんのかなと思ったら申し訳ないなっていうのになった、なんか難しいな、うん、そういう、そうですね、距離近いからな俺らってほんまに、うん、なんかファンとの間にミュージシャンとかお笑い芸人とかやったらまあなんか一応ルールがあるというか活動の、うん、ほんまにだって俺らってさ究極現金もらってもさ、うん、いいというか、うん、てか本来その地球ってそうやって回ってたやん縄文時代とかそのあれあれ面白いやつに現金を賢いやつとは思われへん展開面白いやつには現金をあげていいっていう、まあ、はいはい、貝殻とか、うん、マンモスとかをさあげてたのが、うん、やっぱりなんかその世の中が進んでいくにつれてさルールができてって、うん、トアもさ乃木坂に認知もらって喜んだりしてたわけやん、うん、それがなんか俺らはないから、やっぱ YouTube っていう新しいジャンルやから、そのなんか、うん、何にも守られてないからな俺ら、普通にだってペイペイ送られてきたりするからな、えペイペイはないかな、天岐阜送られてきたとかある、あ、はい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 、それはまあありますね、確かに、だからなんか難しいよ、でもトアはトアってさ唯一俺らの中でそのアイドルを通ってるやん、はい、うん、
まあ、アイドルに限らずそのなんていうファンビジネスというか、確かに、うん、草壁、あ、草壁って言っちゃったごめん、うん、あの壁ちゃんとか俺とかはさ、お笑いとか音楽とか好きやけど、うん、現場は別に好きじゃないというか、そうやな、ネタとか曲が好きなだけで、うん、そうやな、その会いに行ってとか、うん、現場でそのイベントみたいな感じで、まあ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 、熱気を味わってみたいなのがめっちゃ好きなわけじゃないや、そうやな、なんかどうなんそういうのって、なんか虚しくないその、例えばさ乃木坂にさ、うん、1500円払ってさ、うん、10秒握手するわけやん、うん、え、当時してたやん、してた、どういう感情なんそれって、感覚的には、え、いや、会いたいから会いに行くし、これが少しでも人気につながればとか、ああ本人の本人に貢献できれば、何かにつながると思えば1500円なんて安い、まあ確かにそれは、確かにそれ、まあ発明よな、だから AKB システムというか、うん、てかメンバー同士で競ってるっていう、なんかその指標が握手の完売速度しかないんですよ、人気の指標が、目に見えて、目に見えて見えるのってマジでグッズとかってどんぐらい売れてるかとか分かんないんで、数値化されないから、ほんでしかも人数じゃないからな、額やからな、そう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 、額持ってるやつがドカンって払ったらごぼう抜きできんもんな、いやそうなんですよ、だから強いオタクとかがおる人は結構早く売れたりもするし、うーん、すごっ、水商売やな、いや結構ね面白い、でもそれがさあることでさ、オタクのさ何々ちゃんに会ってもっといっぱい話して自分のことを覚えてもらいたいっていうさ、うん、そのともすればちょっと気持ち悪いさ、うん、考えというかさ、うん、なんていうの、優越したいみたいな他のファンより、うん、がまあ完璧に正当化されるというかさ、それがファンがの存在がそのアイドルのためにもなるっていう、そうですね、よくできてるな、それって、いやようできてますよほんま、なんかただただほんまに曲聴いてライブに行くっていうシステムしかなかったらさ、うん、どんだけお金使いたいとか、どんだけ覚えてほしいとか、どんだけ貢献したいっていう気持ちがあっても、それがなんか逆に罪悪感につながりかねないというか、ようできてるな、いやほんまにそうですよ、俺らも握手会やるか、こらやろう、え何売ろう、やっぱ CD、 そうね、一旦楽曲提供してもらえる人探すか、だからまあ、いやでもあれちゃう、ボイスドラマちゃう、ボイスドラマ、え、あの音声で俺が吸血鬼役で、え、洞窟になんかで戦うみたいな BL ドラマみたいな、 BL ボイスドラマみたいな、で見切り発車、握手券と、あの初回限定版を買ったらその俺のチンチンと握手できるっていう、めちゃくちゃ着地ゴミ着地やん大コケあのマリオとソニックのオリンピックの体操で、うん、大コケですそれ、ボタンめちゃくちゃに押してシンクロナイズドとかぐちゃぐちゃです途中の演技は良かったけどね、くるくる回ってたけどね、鉄棒回ってただけやったな、うん、ぐるん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 ってずっと回ってた、うん、握手会とかできる自信はないな、自信はないっていうかやらんよ、うん、いややらんよ、でもその男性アイドルってほんますごいよな、うん、すごい、まあ女性アイドルもまあすごいけど、なんか握手会って大変よな、いや絶対大変、このさこの15秒にさ、この人はさお金払ってくれたんやって思った上でさ、うん、そう、ね、その15秒でさ楽しませなあかん、ね、対価をさ与えてあげないといけないわけでしょう、うん、釣ってくださいとか言われんねん、うざいぞなんで釣らなあかんねんって釣ってくださいってわかる、壁ちゃん、え、どういう意味、あのね、あ、わからんか、ぐるぐるぐるって、あ、違う違う違う、説明したってこと、リールを回してってこと、いや釣るっていうのはだからそのあざといことをしてくださいみたいな、あざといことやってくださいみたいな、なんか何々くん好きだよとか言ってくれるのを釣ると言います、その最初は多分だから天然で釣ってくるやつがおるみたいなのやったんやと思うんやけど、最初の文化は、はいはいはい、釣られたみたいな、うん、なんかちょっとちょろいから、なんか何々ちゃんがこういうこと言ってくれて釣られちゃったみたいなのが始まりやったのに、ファンの方から釣ってくださいみたいな言い出すようになっちゃうね、もうやっぱどうしても、よろしくない、
そんなやつ来た日にはな。でも釣らないアイドルもいますよな。それで人気出たりすんねん。それあるよな。おもろい。パルルやっけ。パルルとかも斉藤飛鳥ちゃんとかもそう、塩対応で、うん、その自然体な感じ、うん、まあそっちの方が嬉しいからな。それってでもほんまにそうやな。ごめん釣れないとか言ういいな。それ好きなっちゃうな。確かにそっちの方が好きなっちゃうな、うん、でたまになんか可愛いこと言ってくる。人間として扱ってくれてるんやって思うわ。釣りたくないとき釣らんといてくれる方が、うん、西野七瀬ちゃんもそうでしたね。とは誰応援してたんやっけ。西野七瀬さん。西野七瀬に釣ってくださいって言ったことあるってこと。ない。どんな感じで言ってたんそれは。でもほんまにさ、西野七瀬とか乃木坂が当時まだほんまできたてん時から応援してない。うん、セカンドシングルから俺応援してる。西野七瀬が全然人気なかった時から当時ほんまに西だからほんまに認知されるぐらいの感じだったよ。いや、初期やから。そうそうそう、ずっとブログもコメントしてたし。そうそうそう、かわいい。一途やったから俺、西野七瀬。ほんまに一途やな。かわいいな。そう、中2ぐらいからずっと応援してた。めっちゃかわいいやろな。てか西野七瀬の方もうん、可愛かった。高3ぐらいまで応援してたかな。卒業しちゃった。寂しい。そうやな。どんな感じなんそういう時って。中学生で行って。初めての握手会とか覚えてない？いや、そう、その、初めて覚えてて、めちゃくちゃ明確に。すげえ。やっぱあんねや、そういうの。いや、そう。その、中2から、うん、中2、中2のね、夏から、うん、高1の春、最初の最初、うん、までは行ってなかったんですよ、握手会に。うん、その家に CD が届くのが親にちょっと恥ずかしくて、かわいい理由行けなくて、うん、ああ、でももうそれが我慢できんくなったよ。そう、我慢できんくなっちゃって、友達の家に届けて、うわ、そう、握手券だけ もらって、うん、行ってみたいな。高1の春に、うん、でそれまでずっとブログのコメントをその卵王子っていう名前でね、出た言っていいんそれ。いや、いいですよ、卵王子。いいですよ、別に。卵王子っていう名前でそのずっとコメントしてて、うわ、てか卵王子って言っていいんやったらこれからいっぱい言おう。うん、うん、卵王子っていう名前でそうコメントしてて、うん、で高1の春にその7枚目シングル気づいたら片思い、西尾七瀬さん初めてのセンター曲、センターまで、うん、上り詰めたやん。上り詰めて、はあ、7枚目、あつ、うん、多分7枚目やな。おもろアイドル、うん、でその野球やんアイドル、うん、京都に京都パルスプラザ初めての握手会、うん、人生初握手会、ワクワク、うん、個別握手会ですわ。まあ、個別握手会っていうのがあって、うん、ああ善悪と小悪っていうのがあるんやけど、善悪はメンバー2人となんか3秒ずつとかで、小悪はもうメンバー1人に対して6秒とか、うん、6秒、うん、6秒7秒とか、ケミオバイン昔のね。でその初めて行って対面します。で、え、大関麗華と、バインそれバインやめちゃくちゃバイン。大関麗華と6秒やったらそれバインや。で対面します、握手します、で初めましてみたいな。で卵王子っていう名前でいつもブログコメントしてますって言ったら、卵王子って覚えてくれてて、うわ、もうあの顔忘れられへん。うわ、こびりついてるもん。こびりついてる。嫌な言い方。脳裏に。あの時のなーちゃんの顔が。なーちゃん、うん。なーちゃんって呼ばれてる。何してます。いやー。まあだってその頃にはもう人気なっちゃって。そうそうそう。俺のことなんかもう。うん、センターですよ。うん。だからもっと早く握手会行っとけば。そうそうそう。知ってもらえたかもしれんのに。うん。もうセンターになってから握手、初めての握手やから。そう。やから、その、こんなブログのコメントしかせえへんような、その、現場に行かへんような。金落とさんわけじゃないですか、うん、言うたら、うん、お宅にもそのちゃんとなんやろ誠意を持って対応してくれてたというか、うん、いや、まあ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 、やっぱアイドルってそこに差出るなと思って、うん、だから俺も全員に優しくしようと思って、そっからわあ、でもそれほんまに学んでんな、うん、うん、全員に、うん、愛注がないとと思って。うまいもんなお前やっぱりいやでもそれはほんま素晴らしいなファン対応うまいもんな。まあまあまあ、大切ですからね。大切にしようってその学んだから、うん、嬉しいんやと思って。やっぱそれ、その話なんか就活とかで使ったらこのラジオの人いや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 なんかほんまに な学んだからそれ以来、うん、できるようになりましたっていう、うん、綺麗な話やな、うん、いやめっちゃ嬉しかったんですよねその時ほんまに。
素敵な人やなって思って。そうやな。でもね、それは初期から応援してくれてるファンとか覚えてるで、やっぱりな。あ、覚えてる。うん。おお。お、すごい。え、誰覚えてる？例えば。めっちゃ誤差するしな。例えば誰覚えてる？ポンとかやっぱり。ポンさん。しっかり名前出した。ポンさんありがとう。覚えてるな。しっかり名前出すのえぐいな。マジ聞いたことなくない。確かに。こういうので。うん、誰のこと認知してる誰誰聞いたことない、うん、ポンさんね、うん、まあ、カッコ仮な仮名としときますか。ポン、うん、カッコ仮、うん、これは誰やな。ネクロシ987とかね。おお。いつもファンアートを描いてくれる、キスエンドランのライブによく来てくれるファンね。俺誰や。ありがたいわほんま。キスエンドランのライブによく来てくれるって言ったら、カベちゃんのファンみたいになるやろ。絶対違うから。絶対俺のファンやから。許せへん。いいっすね。漫才したらお前も。じゃあ確かに。じゃあ今クソやるか。俺の漫才見に来てお前の漫才見に行こうへんでやったらもう俺のファンやけど。確かに、うん、絶対来てくれるし。ネクロシ987は、クロシ987さん。これでもほんまに女ファン喧嘩になったらどうしよう。こんなん言ってて。ほんまに、だって界隈が違えばほんまにそういうのってあるからな。ええー、いや聞くよほんまに。だってこの間さ、カナエキューとコラボしてさ、うん、その、うん、普通にまあ面白かったやん。はい。なんか女ファンを切りに来てるのかなみたいな。ええー、なんか動画にのコメントじゃなかったかな、ツイートしてる人いて。おお、なんかそういうのってあるらしいね、アイドル文化かなんか多分。女ファンを切りに行くことなんてあんの。でもなんかさ、あるか。キモいねんと思って。 5.7 万人しかおらんのに。なんで今片方性別切らなあかんねん。いや、そのキモい文化持ち込まんといてくれマジで。その最近ほんまになんかジャニーズみたいなファン増えとる。そうやな。YouTuber やから雑に応援して雑にやってんねんこっちも。ほんまに、これほんまに言っときたい、うん、まず俺らってインセルのためのチャンネルやから。そのどっちかと言うたら女の子のファンに気使ってられへん。そんなジャニーズじゃないから、うん、儲かってもないし。確かに、うん、諦めてくれそれは。もうカナエキューとコラボします。面白いしな、うん、ただ可愛いだけやったらまだなんかわかるけど、面白いからコラボしてんねんから。そうよ、ほんまに。俺らが面白いと思って見てくれてんねんやったら、面白いなって思ってよ。それほんまにもう声を大にして言っときたい。ほんまに、その差し入れもらうのとかも、もちろん嬉しいし、その応援の仕方は人それぞれやけど、うん、その、雰囲気大事やから、ファンコミュニティの、マジで。そうやな。うん。その、そんなことなってんね。なんか、いや別にもちろんね、自粛しろとは言わないですけど、うん、そこだけちょっと、うん、その変な文化に染め上げようとはせんといてほしいっていう。そうね、うん、自由に自分のしたい応援の仕方でしてくれたらいいんやけど、うん、だから俺はその、だからカベちゃんはラジオでポンとか言うし。それでもうなんかこれセオリーに反してるからな、うん、マジで反してると思うけど。うん、それはもうすいません。うん、そんなんね、俺もな。まず俺は切り抜きチャンネル雇ってるし、うん、そんなやつおらへんねんから。確かに。自分の切り抜きチャンネル雇って、今回のライブも藤本くんに全部してもらって、うん、ありがとう。めっちゃ働いてもらった。うん、ありがてえ。めっちゃ舞台横切ってたし。開演前。ほんで藤本くんにも差し入れしてる人いたし、うん、面白い。それはいいこと。妥当やな、でも。うん。差し入れ、ほんまに頑張ってた。神戸会場で藤本くんに差し入れ、妥当やな。うん。一番頑張ってた、ほんまに。映像も全部藤本くんが出して。東京会場で藤本くんに差し入れするのはちょっとやめてほしいけど。そうね。取りに来れへんから。運ばなあかんか。うん。だからでも俺らもさ、そういうシステム化していかなあかんな。将来、やっぱ大金儲けようと思ったら、もう申請来住とかいいよ、だから。うん。チーム4みたいな。AKB の。そうそう。で、そのチーム4、新生来住のみの、うん、チャンネルも作って、うん、来住が100万人で、うん、
新生来住が10万人みたいな、うん、で新生来住にもイベントやらして各地で、うん、でなんか来住ブランドで何かが行われるたびにその初期メンバーの俺ら3人と今井に 4% ずつ入るみたいな、あそれをま儲けようとしてんだ、うん、俺らが秋元康になるんや、なるほどね、いいな、うん、やっぱシステムプラットフォーマーやから一番儲かるのって、うん、大事ですね、うん、確かにそれはそういうのはすごいよな、だから AKB とかアイドルとかって、いやすごいよ、だからジャニーズとかってほんまにおかしくてさ、あの組織のシステムを作っちゃえばもう無限にさ、うん、ファンがついてさ、うん、無限にさ曲を作ってさ、でなりたいやつも入ってくるし、いやそう、曲作りたいやつもおるし、何もしてないのに、そう、何もしてないのに、そう、曲作りたいやつとアイドルなりたいやつとアイドル応援したやつが集まってくんねん、うん、それやらんとあかん、あれマジではいはいはい、さあ応用するってことですよね、そう、来週に、だから20代俺ら来週で駆け抜けて、うん、その30でそれをシステム化して大金持ちになろう、新生来週が、うん、うん、なら動画作りたいやつが集まってきて、あそう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 、動画見たいやつが集まってきて、子会社をほんまにだから作家やりたい人が集まってきて、そうそう、緑前社とか魔獣とかあれいっぱい作って各地にほんまに乃木坂桜坂みたいな、はいはいはい、水侍、水侍魔獣いいな、来週の弟分魔獣、アジサイへと続く結婚戦、夢焼肉へと続くできてほしいな、でも夢焼肉へと続くとかできてほしい、面白いな、夢焼肉へと続く、夢焼き、ぜひ、アイドルやんけ確かにめっちゃアイドルやん、夢焼き坂へと続く、たこ焼きレインボーやん、ほぼたこにじね、たこ焼きレインボー解散しちゃったね、した寂しい、寂しい、え、とはもうアイドル押してないの今は、いや、ずっと好きですよ、基本その、現場には行かへんけど、あこの間もだってな、壁ちゃん家からさ夜中に打ち合わせして、うん、撮影してか、うん、タクシーで俺ん家帰るってなった時になんか泣いてたもんな、うん、タクシーのテレビで、うん、えなんか乃木坂やっけ、何の子、桜坂の一期生の、まあ、元欅坂のね、うん、の一期生の尾関里香ちゃんっていうめちゃめちゃメンバー思いの子が、うん、そう卒業しちゃって、うん、なんかあんま人気なくて多分卒業しちゃって、うん、そうなんや、うん、まあいろいろその学業とかもなんかその将来やりたいこととかもあるやろうけど、うん、めっちゃ人気でっていうわけじゃなくて、まあまあ大人気で惜しまれてって感じじゃない、うん、卒業やったら、そうでそれでその2期生とかに、うん、なんか頑張ってねみたいな言ってて、うん、すごい切なくなって、人気の2期生、うんうん、なんか一番お世話した2期生が今もうセンターとかになってて、うん、桜坂の、うん、でその子に今までありがとうねみたいな、うわそんな話やった、これから頑張ってねみたいな言っててすごいグッときちゃって、うん、泣いた、俺も Perfume 解散したら泣くんかな、でもまあ Perfume はもうやりきって解散やからな、確かに、うん、もし解散するとしても、そんなに涙出えへんのちゃう、出なんか、いやまあ分からんけど寝るやろうけど、でもその悪い涙ではないよな、それで涙出ても、うん、俺のおじいちゃん死んだ時と同じ、うんうん、てかおじいちゃん死んだ時の話ちょっとだけしていい、え、うん、なんかどうぞ、ようラジオでさおじいちゃんの話してるやん、うん、でこの間葬式やってさ、まあ動画出してんけど、うん、葬式がさもうおもろくて、え、うん、なんかあのお通夜で、うん、おじさんがまあスピーチするわけよ、うん、おかんが娘で、うん、その兄二人おって、うん、そのうち片割れがお通夜でスピーチして、うん、なんかどんなスピーチだったかっていうと、うん、まあ、保つって言うねんけどおじいちゃんが、うん、タモさんは口が悪い人で、まあ毒舌ばっかりで95年間、うん、まあもういろんな悪口を聞いてみんな笑ってたと思うんですけど、うん、その毒舌も今日でおしまいとなります、何々タモツ95歳大王将っていうスピーチやって、うん、マジで笑っちゃった俺聞いたことなくない、ないドラマや大王将で終わるスピーチ聞いたことないな、うん、っていうことがあって、 それ前回ちょっとラジオで話したかったんやけど忘れてた、いいね、でもエモいけどな、うん、うん、ほんまにエモかったマジで、うん、大往生って息子が叫ぶっていう、うん、かっこいい、素敵やん大往生って、来週がもし終わるってなったらそれ
誰かに言ってほしいな。大樹大養生ってもっと続けてるやつおるやろ。ポンとネクロシ987のYouTube に上げてほしい。ポンちゃん大樹チャンネル大養生。お願いします。大養生できるぐらいね、立派な功績を残しましょう。そうやなってことですよね。まあ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 終わらんしな、ほんま終わるつもりないしな。おお、俺もほんまにな、ほんまは永遠にやりたいな。うん、 YouTube が続く限りやり続けるからな。まあだから YouTube っていうか、そうね、 YouTube の代わりとなるプラットフォームが出てきてもやり続けるしな。てか人が笑ってる限りは続けたいな。ああ、人間が笑う限り続けたいな、うん、俺は。いいですね。いいですねじゃあかんよ。いいです、ね、変なこと言ってんなって言って。恥ずかしいから。いや、いいと思います。大名言。でもアイドルってやっぱな、それこそ終わりがあるからっていうのはあるような。乃木坂とかほんまそれがすごいわ。いつかおらんくなっちゃうんやなって思うから応援してるみたいなね。そうそうそう、今のうちに。俺らもいつか終わっちゃうからな。今のうちにできる限り応援してもらわないとか。うん、儚いね。いや、どうなんやろな、でもほんまにいつまで続くのか。俺は2年、あと2年、レンタル遺跡、まあ、来週解散ライブの可能性もあるな。うん、ある、見逃すな。はい、発目せよやな。そんな感じですか。うん、まあ、ありがとうございましたですね、神戸話してくれて、うん、まあ東京もまたやるんで、うん、はい、スタッフの皆さんもありがとうございました。いや、スタッフほんまにありがとう、うん、マジでほんまに助けられた、ありがたい。リーダーのサーヤさんをはじめとして、うん、うん、ありがとう、ありがとうございました。スタッフを集めてくれた取れたて力栗岡にも感謝。取れたて力栗岡。レインマンズ博士じゃ物足りず。取れたて力栗岡まで。取れたて力栗岡同志社のね、喜劇研っていうね、お笑いサークル。みたいなツッコミする人でしょ。そう。なんかボケの子が、ドドドド、ブーみたいな言って、ブーブーブー、声が高いねんな、ツッコミの方がな。っていうコンビね。うん、取れたて力。壁ちゃんの同期かな。そうそう。空船メンバー。はいはいはい。空船メンバーのさ、名前全員出すの目標にしようぜ。音侍で。今二人行ってるから。そうやな。取れたて力、栗岡とレインマンズ赤瀬はもうクリアしたから。うん。8分の2ぐらい。あと、屋台と。うん。で、俺らやから。ああ、そうか。6分の2。6分の2いってますだから。うん。頑張っていこう。うん。ということで。はい。はい、音侍特別会、まあ一応シャープロックかな、うん、まあちょっとどっちになってるか分かりませんが、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。